はい、どうもランマックスです。今回ですけども、平日の火曜日と金曜日に、今だったら夜7時スタートで、MK の平日の練習会っていうのがありまして、そのペーサーをたまに僕が務めることがあります。その務めた時に、一般の、その、一緒に走ったグループの方から質問をいただいたので、その質問内容とか、僕が答えた内容とかを共有していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、その日の MK の平日の練習会の練習メニューが、6000メートルプラス1000メートルかける2本。で、6000メートルと1000メートルの間が、つなげ600メートルですよと、1000メートルと1000メートルの間は200メートルですよっていう内容です。で、その時僕が6000の終わりかけ、だから残り300メートルぐらいですかね、の終わりかけに、次の1000メートルのことをしっかりイメージしながらゴールしましょうねっていう話をしました。で、それに対して、その走っていたグループの中の一人の方が、あの言葉の意味ってちょっとよくわからないですと、理解できなかったですっていう話をいただきました。で、その後細かく説明したんですけども、まず、僕はポイント練習をただ単にこなすってのは、決して効果はないわけじゃないですけど、効果は薄れるなと、何かしらイメージだったり考えながら走ることによって効果はしっかり上がってくるなと思っています。まあその理由としては、小学校とか中学校の頃とか宿題っていうのがよく出ていて、僕は数学とか算数が好きなので、ちょっと今回は算数とか数学で例えますけども、宿題があって、例えば30問の数式があって、それを解いてきてくださいっていう宿題をもらいました。ただ、その数式をひたすら解いて、答えを書いて出す人と、あと、極端な話、例えば、これをやっちゃいけないかもしれないですけど、電卓を使ったりだとか、今だったらインターネットで調べれば答え出てくるとか、さらにもっと極端に言っちゃえば、誰か人の回答を見て、ただ数字を写して出す。これもやったことには変わらないんで、例えばそういうやりましたっていう人と、自分でちゃんと数式を理解して、これはなんでこういう数式でこういう答えになるのかってちゃんと理解してやった人、プラス、テストでもしかしたらこの問題出るかもしれないな、テストは出すとしたらどういう感じで出るだろうとか、いろんな先のことを考えたり、その問題を理解してやる人では、絶対テストの点数ってのは大きく変わってくる。ましては電卓とか、ネットで調べたとか、人の回答を写して出したっていう人なんて、結局やり方自体は分かっていないわけで、多分テストでは、ほぼ点数も取れない。でも、もう一つの方は、ちゃんと理解して、なおかつ予測もしていて、その予測が当たれば、もう間違いなく、その答えは答えられるわけで、点数も上がると。なので、同じことをやったとしても、やり方によっては、結果は大きく変わりますよと。なので、ポイント練習も、6000プラス 1000×2 本も、ただ、6000メートルペーサーにつきました。よかったよかった。で、1000メートル、一本目頑張って、二本目も頑張って、予定通りできた、よかったねっていう終わる人と、何かしらのイメージを持って、先のことを考えて終わる人では効果は違うよ、というふうに僕は言いたくて、その、6000メートル終わるあたりに、ちゃんといろんなことをイメージしてくださいね。1000メートルの次の1000メートルのことをイメージしてくださいねって言いました。で、そういうことを説明して、そのイメージってのは正直不正解ってのはなくて、正解しか僕はないと思っていて、どんなイメージでもいいと思います。例えば、今回であれば6000メートルをマラソンの中間走もしくは30キロぐらいまでのイメージで6000メートルをやります。で、1000メートル2本をそこからペースを切り替える。むしろ2段階で切り替えるっていうイメージ。最初の1000メートルで、さっきのペースでもちょっと速いペースにすることによってマラソンの35キロ以降ちょっとペース上げていこうかっていうイメージで、なおかつもう1段階本当のラスト1キロとかでもう1段階上げれるイメージで1000メートルをやる、こういうイメージでもいいですし、あとは6000メートル今の実力からするとかなり厳しいタイムでしっかり追い込む、6000メートルメインで重きを置いて練習しますよと。で、残り1000メートル2本はそのきつい中でどれだけ粘れるかっていうのを確かめる1000メートル2本にするというのもありですし、ここ最近だったら寒いのでどうしてもペース走が始まる、練習が始まる前にウォーミングアップをしても体が芯まで温まってるわけじゃないと、エンジンが 100% かかった状態でペースをスタートすることは難しいと。なのでこの6000メートルのペースをウォーミングアップという位置づけにして、プラス1000メートル2本をしっかり動かす、いい状態で臨むと。なので、例えば普段だったら最近寒いので動きがちっちゃくなっていると、そのちっちゃくなっているのをこう
大きくするイメージでこの1000メートル走るだとか、肺もしっかり広げるイメージで走るっていうイメージで6000をアップ、1000メートルをピリッと行きましょうねっていうことも、でも全然 OK だし、あとは理想は8000メートル4分、例えばですけど 4分ペースでやりたい。だけども今の実力だったら6000メートルまでしか持たない。だけども将来的に8000を意識したい。なのでこの1000メートルは6000メートルのペースの延長でこの1000メートルを捉えようと。なのでリカバリーで確かに一旦波っていうのは切れるかもしれないですけど、ここで集中力をしっかり切らさずにまだペースの延長でやるんだってことで1000メートルに臨んでいって、最終的に8000メートルと、これを繰り返してて将来的に8000メートル持っていきたいから今回は6000プラス1002本にしたとか、いろんなイメージの仕方ってあって、それぞれの目的目標イメージでこの同じ6000メートルプラス1000メートル2本も内容も変わってくるし効果も全然変わってくると。なのでこういう風にいろんなことを考えてレースを想定したり、今後どういう練習をしたいかとか想定したりとか、で自分の足りない部分を補うためにはどういう練習をしたらいいのかとか、どういうイメージでやったらいいのかと、そういうのを考えながらやる人と、最初に言ったただペーサーについて、ああできたできたよかったね、1000メートルもペーサーについてよかったよかったできたねと、でラスト1本も頑張って自分でしっかり追い込みました、それでよかったねだけだと明らかに効果っていうのは変わってくると。で、1回の効果で どれだけ変わるかってそこまで大きな差はないかもしれないですけども、これが1ヶ月、3ヶ月、半年、1年ってなってくると、考えてやった人と考えないで、ただ単にやってた人では、試合の結果っていうのは大きく変わってくると。なので最初の数学とか算数の宿題と同じで、ただ単に答えさえ分かって、ただやる人と、電卓とか使っていろんなものを使ってただ答えされて宿題をただこなした人と、ちゃんと自分で意味を考えてなんでこうなるのか、もしかしたらテストではこういう風に出るんじゃないのかとか、こういう問題が出るかもしれないといろいろ予想してやった人では大きく変わると、それと同じかなと思ってるので、ぜひポイント練習をただこなすだけではなくて、自分なりにしっかりイメージであったり、今どこのイメージをしてるのかと、あとは自分に足りないもの課題だとかを、今の例え以外にもいろんな捉え方ってのもあるので、その辺を意識しながらぜひポイントやってくださいねっていう意味を込めて、6000メートルの最後にいろんなイメージをしましょうって、1000メートルに対してイメージをしましょうって言ってたんですけども、どうしてもペーサーでやりながらこういう長い長文を話すってことはできないので、どうしても淡白に伝えなきゃいけない、で僕の言葉足らずだったってのは間違いないんですけども、こういう風に声をかけるっていう作業をすることによって、少なくとも一瞬その割に帰るチャンスっていうのがあると。どうしても練習とかレースってこう集中してもう前しか見えない、周りが見えなくなってしまう、プラスきつくなってしまって酸素が頭に回る、脳みそに回らないので思考能力どうしても落ちてくる。でもそういう時にペーサーの一言であったりコーチ陣の一言、監督の一言が一瞬で割に帰って、あ、さっき練習前で立てた目標とかイメージ忘れかけたのを思い出す作業にもなると思うので、そういうきっかけになると思うので、ぜひそのペーサーの人が何かしら声をかけた時に自分に我に返るチャンスなので、そこで我に返って一瞬だけでもそのイメージだったりやりたいことを思い出す、これすごい大切なので、ぜひその周りの言葉を聞ける状態ではないかもしれないんですけども、聞く努力もしとけば、いざポイント練習をやった時にその集中しすぎてしまって、もしくはきつくなってしまって忘れている時にふと思い出すチャンスが来るので、ぜひその内容を思い出して、ただ単にやるポイントではなく意味の内容の濃い意味のあるポイントにしてほしいなと思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。